はですね、今目の前にあります、ワンピースカードゲームの、新しいやつ出ましたね。はい。こちらがですね、今入手困難になるほど人気だということで、はい。それはなんとですね、マシュー君が、11万円分買ってきてくれたんですよ。11万円って何なんの？衝撃的すぎますよ。カートン？カートン。そう、だから2カートンあるんで、僕と東也君とマシュー君とのすけさんで対決したんですよね。はい。で、その時に、4箱使ったんです。こっちの4箱今空箱なんですね。なるほど。はい。1箱ずつで対決したんだよ。で、残念ながらね、4人とも出にくいと言われてるシャンクスとヤマト出なくてね、本当になんかこのままで僕たち一応ワンピースのチャンネルやってんのにちょっと情けなくねと思って、はい、アフターバージョンとしてこれ全部開けようと。アフターバージョン、そうね、僕知ったんだけど、このねスタートデッキっていうのがあるじゃないですか。これがなんとコミックスと同じ大きさやねんでな、これがまずおしゃポイントや。こう見てほら、すごいですね。すごくない？ちょっと今回はしょります。はしょりました。問題はこの中にヤマトシャンクスどんだけあんねんと。僕昨日引いたのが、全部でここにあるんですけど、これ一応僕ズルしたくないんで、のすけさんやましゅう君とかとやくんが引いたやつは個人にもあげちゃってるので、あくまでも僕が引いたカードの中にちゃんとコンプできるかをやりたいんですよね。なるほど。そうで、結構このページは埋まってんだけど、ここほら真ん中めっちゃ抜けてますよ。本当だ。こんな感じで結構だから揃ってるんやけど、やっぱパラレルカードを中心にこの辺もないわけよ。ヤマトとかがね、これを何としても今日は埋めたい、こういうことで。じゃあこれを今から開封していく。おお、歌さん、歌桃之助引きますね。来た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 、いいですよ。おお、すごい。そもそも出てないやつ。そうこのリーダーシーザーも出ました。ゴードン、ゴードン、タイトの別バージョン。おお、結構いいですね。めっちゃいいよ。どんどん埋まってる。もうこれ嬉しい。ルフィ、ルフィね。わ、出た。キング SR の顔でパラレルや。ナミ、おお、もうムズフ。え、パラレル？そうですね。え、特典のやつ。これめっちゃいいやんか。いいじゃないですか。これ東也君めっちゃ欲しがるんじゃん。キエも SR。おお、これ欲しかってんな。欲しかったモリア。おお、出ますね。リーダーゾーン。お、あ、持ってない。お、出てないです。ああ、ゼロの一番。いいですね。ゾロも出てくれましたちゃんと。おお、いいですね。わあ、すげえ。かっこいい。SR パラレル。これはいい。人造悪魔のミスマイルってあんまり入ってない気する。確かに昨日 1,2 回ぐらいしか見てない。すごい。よし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 。リーダーのパラレルリスレアというか。おお、来たこれ。きましたー！やったー！これ最後まで見た人さ、プレゼントするわ。最後見てくれてな。僕の余ってる中のレアとかなんか、僕はコレクターなんで、一種類ずつちゃんとあったらいいんで、何が当たるかお楽しみということで。おー！原作への、これもだからリーダーのパラレル。めっちゃいいっすね。アップシリーズ。アップシリーズ。いや、すごい！どんどん出ていくね。社長、これアルビア出していいんでしょう。これお、そうそういうことですね。出しますね。あるほら。おー、すげー。すごい。出した。うわー、すごい。シャー。じゃあこれで通常のパックとしてはコンプリートできてる。すごい。交換してくれる人優先であげちゃおう。ああ、じゃあある程度一時期交換待ってなかったらもう全部放出としちゃいましょう。別にだからシャンクスのパラ、もしくは僕の出してないパラを持ってる方がいたら交換。ああ、めっちゃいいですね。確かにそっち来そう。原作へのねパラのやつちょっと写真付きで、はい、で交換してください。でもし1週間以内に現れなかったらもう全部プレゼントしますもん。うわー、すごい。いや、めちゃくちゃすごいっす。ぜひぜひここからのもらってください。気持ちよくね、これは渡してあげた方がいい、絶対に。皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで今回ね、小焼きブログはもうワンピースに特化した久しぶりの回でしたけど、いかがでしたか？ぜひ高評価をしてください。はい、感想待ってまーす。それではバイ。